上原が大谷暗示で大谷が活躍すると解説ミュートにした話してる。もうやめようぜ、その、ネットのさ、誇張した。絶対嘘やん。あれ、どういうことその WBC の中継で上原が解説やってて、大谷が活躍したら、解説をミュートにしたんだこと。絶対ありえへんって、そんな嘘やろ。マジで上原は大谷暗示。俺知らんねんけど、その流れ。 上原って今、大谷アンチで叩かれてんの。てか、大谷アンチなん上原浩二。俺の知ってる上原やんな上原って。1、2年前からアンチアンチ言われてる。<laughs> なんてやね。知らんわ。知らんかった。なんでだって上原なんて、それこそメジャー行ってるしさ、メジャーの環境のこともよく知ってるし、なあ、そらもう日本人、野手、投手、関わらず全員応援してんちゃうの。 どうしても褒めたくないってのがめっちゃ出てるね。なにそれはどういう、あれ話し方とかそういうなんかネット記事で打率が低いってずっと叩いてるじゃ、そんな、そんな、なんジェミンみたいなこと、上原がやってないやろ。なんジェミンみたいなことやってないって絶対。やってるん上原、あいつ、お大谷打率低くねみたいな。 絶対嘘やわ。やってんねんね <laughs> やってんの。やってんの。俺好きやのに、上原。すごい、え、上原に関しては昔からブログとかツイッターでネチネチしててね、都民から嫌われてる過去はね、俺知らんかった。そうなんや。嫌われてたんや。谷重の YouTube 見ろ。何が谷重の YouTube に映ってんの。 上原、エンゼルスだから好き勝手二刀流もできるけど、ヤンキースだったらどうですかねとか、<laughs> マジで言ってる <laughs>。ああ、だから、ちょっと言い方があれなんかなトゲがあるというか。その、ちょっと、大谷好きな人たちからすると、でも大谷なんて全員好きなわけやから、ちょっとこう、勘に触るじゃないけど、あるんかなもしかしたら。他の選手と比べるとトゲがあるねあ。トゲがあるんや。だそれが、 いろいろ積み重なって、みたいな感じか。はぁ。ハリモスさんみたいな感じ ?WBC 決勝の時の牧原、うおぉ <laughs> うやめよもうそんな俺信じんからな。俺は信じない。そのよくあるネットの映像をコメントに書き直すやつね。書き下ろすやつ。 上原好きか俺だって上原のイメージなんて、レッドソックスのあのな、すごかったシーズン、伝説のシーズンのイメージしかないけどな。切り取りの可能性大やから。ほんま最近のネットとか、ほんまネットでもそうやし、ま、週刊誌もそうやけど、やっぱ切り取りはな、切り抜きはもう信じてあかん。メジャー投手として超えられるのが怖いんやろ。そのないと思うけどな。マジで検索ら出てくる上原。上原。 大谷。はは、ほお前や。上原大谷アンチ。上原大谷翔平。上原大谷スペース嫉妬。上原大谷スペースなんじゃ、上原大谷スペース嫌い。<laughs> やばい。俺の知らないところで、すごい叩かれてるじゃないか。なんということだ。めっちゃ出てくるやん。なんで 俺知らなかった。上原浩二氏にアンチ大谷翔平疑惑。<laughs> しかもすごいこれ、普通にネットニュースが取り上げてるやん。元巨人上原氏、アンチ大谷翔平疑惑に SNS で反論そろそろやめて、メジャーで活躍も一人だけ褒めてないと <laughs>、指摘集まる。俺マジ知らなかった。こんなことあったんや。で、あれかな上原ってツイッターやってたよな、多分。 お、すげえ、松井秀樹と、サムネ。まあ別にでも、よかった。さすがに俺これツイッター検索していきなり最初の上のつぶやきに、大谷の打率のことを考えたら、マジで、ちょっと、あれやったけど、別にそんなことはない。よかった。この顔文字よく使ってるで、<laughs> あなるほどな。 わかりました。あの、これはね、今俺ツイッター見てますけど、これはネットに慣れてないおじさん世代の、いわゆるおじさん公文的な絵文字とか顔文字の使い方で、本人は煽ってる意識はないけど、今の世代が見ると、全部が煽りに見えちゃうんやろな、多分。おそらくな。 この顔文字とか。君はどっちよりない。や別に、俺は、どっちも、その喧嘩やめなさい派やね。そんな。上原が大谷アンチと思いたくない。すごいコントロール良かった。ものすごい成績残してんからな、お前、レッドソックスで。なるほどな。いろいろあるね。知らん。やっぱもう今はさ、このネット、その、俺も配信者やから別に見てない、見てないというか見てる方やと思うけどさ。 自分の知らないところでなんかよくわからない燃え方とかしてるから、俺、上原の全く知らんかったし、怖いね。本田圭佑はいいよ、見てもいい。本田本田さんはあれやんか、もう。一番いいツイッターの使い方してんじゃん。マジで。本人のキャラも崩さず、まあ、でも、あえてやってるとは思わんけど、ちゃんと適切なツイッターの使い方というか。本田圭佑は、 ツイッター解説してから月に3回のペースで炎上してるで。もうやめてくれもう。炎上してないって。俺の知らんとこで炎上してるやん。俺、本田圭介はツイッターうまく使ってるでって言ってんのに。めっちゃ燃えてるやん。